はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回のみ使えるロマサガ2回ですね、やっていこうと思います。まあすでに1回ね積んでいるので一応回と名乗っております。で、今回から本番ですね、皇帝フリッツ、ジェラールの代でかなり武器を収集したんで戦力的には底上げはされてると思うので情報をちょっと集めていきましょう。カンバーランドはありますね。あと、武装商船団で、今回はまず武装商船団をやって、その後最後族のイベントをこなして、で遺跡でグリムリーパー弓を取って、でカンバーランドへ行きたいと思います。まあ、武装商船団と最後族の2つだったら多分年代ジャンプはしないと思うんで、2つこなしてからちょっとカンバーランド行きたいと思います。で、今回格闘家が皇帝なんで龍神を覚えてから行きましょう。まあ、使うかって言われたらちょっとわからん。水流の流れるような動き、龍神と名付けるというわけで、では外へ出て、あ、ちょっと開発もしていきたいといえば開発もしていきたい。騎団、強撃覚えた。スカ、これ槍、エイミング、あれエイミングって何、最後に攻撃するんだっけ。感電症、これで最後に、そうだね、エイミング最後だ。弱っ。体験、これ80万スパイヘンダーですね。よろしい。ではミラマーから武装商船団のところへ向かいましょう。渡し船、モーベルム、ここが武装商船団の町になってるけど、逆だったらロンギット海で船は出せません。俺たちの町、こいつは古い遺跡が発見された。南も南、氷海に近いところ。あ、これあれじゃん、最後族の人から情報聞けるやつじゃん。で、これが武装商船団で、キャプテンみたいな人に話すんだよね。早く出航しねえかな。船長にどやされる。あいつか、左にいるやつだ。で、これは協力しろ。メッシナという鉱山があります。片付けてこいというわけだな。お安い御用だ。で、メッシナ鉱山行ってモンスター勝たして普通に話すと掃除させられて、でイベントが進むんですけど、もう一つあって、こっち、そっち行くんじゃねえって言われてるけど、一杯やりましょう。で、なんか口調が強い皇帝だとこのイベントが起きるのかな。で、盗み聞きをします。ハリア半島で気づかれて、こいつら、あれ、あいつ一人残ったし、消えてった。どっから消えてったんだ。で、このまま一回マップでティファールに行って、一応ティファールのね、酒場の親父がハリア半島の行き方を知ってるよというのはもうすでに知ってるんで、ハリア半島、これ普通だったらなんで知るんだっけ、忘れちゃった。積んだお話でハリア半島へ行こうっていうところで積んだからね。で、ここからハリア半島行きます。で、ハリア半島に行く前に、ジャンプができねえ。
メッシナ鉱山やっておきますか。あれモンスターいる。コークスクリュー、ボス戦、土の精霊、一匹だけ。一応ちょっと初手全力でいくか。二段切り、切り落とし、移動ブレイク。混乱するかな。混乱はしなきゃな。アースヒール210か。大した回復量じゃないね。弱っ。で、本当は船長に報告にするんですけれども、報告しないでハリア半島から上陸していきます。これでハリア半島からヌオの戦うだけ。これやるとちょっと待って、離せん、敵だーって言って逃げていくだけか。じゃあとっとと話をつけましょう。陸から来るとは信じられん。俺たちの負けは、要求はなんだ。服従、帝国にはかなわねえな。ドンギットの海の荒くれ、武装小船団との問題も解決しましたと。さて、情報はカッパーランドでしょだけか。まあカッパーランドはまだ多分大丈夫。南へ行こう。金130万。あと服作りたいんだよね。ツバイヘンダー、よし。でツバイはオライオン刀交換しよう。35。これで体験もだいぶ強くなったな。で服を作ろう。80万。南のダンジョンへ行きましょう。マジか、ダンダークじゃねえかよ。これは無理だよ。ちょ、一回だけ戦ってみる。普通に割と普通に戦ったな。二段切り、切り落とし、移動ブレイク。ここでいくか。なんか覚えてももう無理じゃなかった。この時のダンダークってどれだけ強いんだろう。そんなに強くないよね。踏みつけ、これやばい。397、強え。ただ蘇らせられるんで、まあ最悪ぶちかまし食らわなければ、まあなんとかなるかな。スモッカだったら283、死ぬな。一体ずつだったらスパイフェンダーがやっぱ強え。耐えてもらうか。幻獣剣は幻獣剣でな、強いんだよな攻撃が。スパイに全てをかける。コックスキルも意外に強いし、ね、よし見切った。ナイス、すげえ。でやっぱそうするとね、今弓が火力不足なんだよね。やっぱり弱い。一応全回復させておこう。戦闘は角160耐えられる。なんかいけんじゃねえ、ダンダーク。ちょっとヒットポイントがどれだけあるか分かんないけど、切り落とせ、切り落とし、2段切り、コークスキル、この3つが割と火力高いからね。もう前回のパーティーだったら絶対無理だったな。もう本当に弱い。とりあえず切り落とし、スパイ変だ。うおー、貫かれた。やばい、3しかない。 LP が少ない。ちょっと待って、自分の回復に入るか。一応蘇らせる方向で。いや、やばい、これは本当やばい。あと切り落としにかけるしかない。切り落としと糸ブレイクで、やばい、切り落としが使えなくなった。
これは火力負けするか。ぶちかまし食らったわ。それは無理だ。ちょっとこれは無理だったな、やっぱり。まあ、お試しなんで、これは脳幹で。じゃあ南のダンジョンはちょっと諦めよう。無理だ。おとなしくカンバーランドへ行きますか。服を回収しよう。で、服はちょっと戦闘のジェシカに装備させよう。防護服の5から強化服の13から16だから3なのか。まあいいっしょ。レザーガードなんか変えてえな。キャンディーリング、キャンディーリングか。でもな、盾でガードできるのはいざという時にいいんだけど、まあいいや、キャンディーリングにしよう。これ結構優秀だったはず。なんか誰か倒したら手に入れた。で、カンバーランドのイベントはもう見てるんで、本当にさささっとやっちゃいます。会ってないけど会った。そして死んだ。じゃあモンスター退治に行きますか。ボス竜王か。一応また全力でいこう。回復はしてないんだけど、切り落としが3回か。まあ3回だったらなんとかなるかな。下の雲弓で倒そう。ヒートブレイク混乱強い。やっぱりスパイは強えな。拳銃剣も普通に強いけどね。結局ワンターンキル。お、グーロン剣覚えた。これコスパがいいんだよね。じゃあトーマ助けて。3人が俺を見ている。サイフリートよ。前回は貴様ごときに相当苦戦したけれども、今回はそうはいかんぞ。てかエルダーとかいうよくわかんねえやつが入ってたけど、一応初手は全力でいこう。風浪剣マジで使える。で、切り落としでいくでしょ。でね、ルイにね、イロリラの星を持たせたんで、できればなんか覚えてほしいんだけど、プリズムライトはうざいよ。混乱か。まあ1段階くらいだったらなんとかなるかな。ペインタンか。まあしょうがない。2段切り55弱いっけ。攻撃してくんね。待って、コークスクリューというか月光使おう。回復しよう。命を最優先する。やっぱりこんなうざいな。ゲホラまずい。危ね。二重混乱は結構避けたいところだからな。この上のやつがなんかどれだけ強いか。このスウェットスーツが全然攻撃しねえじゃねえか。スウェットスーツが落ちてるんで、それをねジェシカに装備させたから、ジェシカがかなり硬くなってるはずではある。やばい、死んだ。ルイも意外にね LP 減ってきてんだよね。ただここ終わればもう年内ジャンプが起きそうだから、耐えてもらおう。よし、ユーロ剣437。あの1しか使わない割には強いっていう感じ。全力で急にちょっと待って、ルイを一応回復させておくか。で、2段切りか風浪剣かって言ったら、まあ、風浪剣。十文字切り覚えさせてきてねえし。水前無駄なこと何も覚えない。マジでルイちゃんスタンした。あ、ていうかもう意味ねえし、スタンとか。で、なんか覚えねえかな、キック。なんか素振りしてもいい気がするけどね、ここまで来たら。あのワームスレイヤー全体攻撃があるらしいんだけど、で、あと妖刀流行もなんかタイマ神剣覚えたいんで。オッケー、ちょっとやべえ、油断しすぎた。ダイヤモンド出すとどれくらい食らう。うお、それなりだな。134弱いけど。1171結構持ってんね。よし、体重アップ。
上がる上がる。不動着やった。不動着強いんだよね。よし、これでカンバーランド制圧したんで、まあ多分もう終わると思う、この台は。一件落着。ふう、カンバーランド勢力か。で、皇帝をどうしようか。97年経ったか。スネイルは入れられる。テリーはもう使えない。で、ウィリアムも使えない。で、ハーワードは、入れてないよね。入れてない。フリーファイターを入れてたから、こっちは入れてない。スネイルか。結局全部脳筋系だな。ハーバードって軽装歩兵か。腕力18。まあなんか平均的だな。スネイルは腕力15か。まあやっぱ体力は高いよね。次はちょっとハーバードでいきますか。じゃあ。あと他の仲間をどうするか。フリーメイジまた持ってくるか。じゃあ今回帝国重装歩兵使っちゃおう。入れる。あとは弓要員で帝国両兵の女性を入れて、キャサリンで、フリーファイターの女性は取っておきたいんだよね、まだ。で、男性は使ったでしょ。で、今回で軽装歩兵は前回こっち系ジェシカ使ったから、で、今俺が主役でしょ。魔術師を2人入れるか。フリーメイジと宮廷魔術師、こっちオニキス入れよう。木か、かぶってんな。まあいいや。あとフリーメイジを、あ、待って待って待って、あっちを入れよう。なんだっけ、シティーハンター、シティーハンターしたくて、なんだっけあいつちょっと名前が出てこない。こいつ泥棒入れとこう。これで一応パーティーが完成したんで、魔法はまあまた一人にお任せしましょう。ただオニキスが風と火か、まあ、中心に使っていって、なんか風引き継いでんな、なんか知んないけど絶対的にやっぱレベルは高いよね。で、体験でしょ、で剣でしょ、で弓を今回ちょっと調達したい。で魔法にイロリラの星を、ロビンに使わせていく方向にしましょう。っていうかこいつ剣じゃん。前回もさ、あれこいつ剣強くないみたいなこと言ったけど、こいつ剣なの。まあスプラッシャーがあるからいいっちゃいいんだけど、じゃあ剣使っていきますか。せっかくなんで。他ゼロだからね、適性がなさすぎる。じゃあちょっと一回ここは神器臭い。というわけで次回から、ハーバード皇帝でやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。